大仙滝琴浦町とは、鳥取県の中央に位置する日本海に面した町である。東白郡の東白町と赤崎町が2004年9月1日に合併して誕生した。なお町名は、かつて海岸一帯が琴の浦と呼ばれていたことに由来する。町内に奈良時代前期の西尾廃寺跡があることから、かつてはこの地に有力な勢力があったと思われる。また、 出雲文化圏の東の端にあたる。琴浦町役場分庁舎琴浦町役場は本庁舎、分庁舎の2庁舎にて構成される。役場の各課は両庁舎に分けて配置されている。浦安駅赤崎の菊港花見方墓地内の赤崎東急中井旅館菊港の波しぐれ三度かさ2004年9月1日の合併により琴浦町が発足した。このため、 住所表記が以下の通り変更された。また、大技は表示する。鳥取県で合併後も引き続き大技を表示するのは、百合浜町と琴浦町のみである。市外局番は0858となっている。ただし、天気予報は0859から177である。郵便物の周配は以下の郵便局が行っている。日韓友好交流公園。 風の丘は1819年赤崎沖に朝鮮商船が漂着し、漂着民を鳥取の人々が手厚くもてなしたエピソードを記念して、赤崎町が3億9000万円の事業費をかけて建設した。説明費にはもともと日本海と韓国が主張する日本海の古障東海の両方の名称があったが、田中光雄町長が2007年3月に、 町外の鳥取県民からの批判を受けて、東海の文字を削除したところ、在日本大官民国民団等から抗議を受ける、事態になった。また、記念碑の推進をした、中井伊佐夫元町長は町民でないものの意思によって、このような改変が行われたこと等に対して、公開質問状を出した。町は、抗議を受け、どちらも表記しないという方向で決着を図ろうと、試みたが、 今度は、この対応に対して全国から批判の声が殺到した。町は外務省に判断を仰ぎ、日本海を現状通り単独表記することに決定した。詳細は、日本海故障問題参照。ありがとうございます。